皆さんこんにちは、平野です。今日はですね、チャンスを逃してしまう人にはなんか共通点あるような気がするっていうことについて、ちょっとお話をしていければなと思います。なんかね、私が最近本当に経験したことというか、やっぱり経験しないと物事ってやっぱり語れないので、私は最初にこういろいろ頭の中で、これってこうなのかな、これがこうなのかなっていう風な今までの経験上からでの仮説みたいなのを立てたりとか、そういった形で思考を巡らせてるっていうのがあるんですが、それをその後の経験で自分の中で、本当にそうだったんだなっていう風に理論付けをしていて、で今初めて話すっていう状況なんですよね。でなんかそういう風にしてきてね、こう自分なりにすごくこう最近も経験して思ったことっていうのが、私だったらこれを絶対にものにして自分自身が成長できる材料として使うのに、なんでせっかくのそのチャンスを逃しちゃうのっていう人がいるっていう、まあ、それは別にこう本当に私はそれをね、こう絶対チャンスをつかめようとかっていう風に別に言わないです。そんなのただの余計なおせっかいなんですけど、私だったらこれこうやるのにもったいないなってただただこう思ってるだけ。別に強要とかはしてないですよ。一個人の意見なのでこれは。そうやってね、こうなんだろうな、せっかく誰かがこういう風に言ってこういう場を与えてあげてるのにとか、せっかく私だったらこんなね素晴らしい方々がいて、素晴らしい、なんだろうな、こういった機会を与えてるというか、そういったチャンスがあるのに、なんかそれを全部ドブに捨てちゃう人ってやっぱりいて、でそういう人たちの特徴っていうのが自信のなさなんですよ。自信がないっていうところにつながっているんですよね、結局。まあその状況っていうのがいかに幸せかっていうのに気づけないっていうのもそうかもしれないんですけど、結局はそれってできるのかなとか、いやちょっとそれ自分がとか、うわ不安だなとか、どうしてもそこっていうのが勝ってしまうっていうところがあるんですよね。そして他がどれだけこう何かこういった形で働きかけて、その人の成長のためにとか、それを例えばね一歩踏み出せば絶対的に何かが私は得られると思うんだけれども、自分自身でそれを潰しちゃうっていう、成長ができる一つ大きなきっかけっていうのを潰しちゃうっていうのがこうあるんですよね。何かこういったチャンスがあるから、不安だけどできないかもしれないけど、失敗するかもしれないけど、この人たちのために頑張ろうとか、このために頑張ろうとかっていう前に、いやこれ自分にはできなさそうだから、いやこれこうだったら不安だからっていうふうに、自分の中での可能性っていうのをそこで留めてしまって、そこで終わりにしてしまうっていう、それなりにそこの道っていうのがそこで手助けしてくれる人がいてね、そういう環境が整ってる中でもそうだったりするので、なんか私はそういうのを傍から見て、うわもったいなとかって思うんですよね。あとは逆にその立場の人とをね、こうやって第三者くらいから見てたら、なんかめちゃくちゃ羨ましいって逆に思ったりとかもします。なんか結局その自分に自信がないとか、自分にの可能性っていうのを自分自身で決めちゃってる人、どうせこれできないからとか、自分にはこうだからとか、まあ、本当にそれが劇的に向いてないとかだったらまた別だと思うんですよ、本当に。なんですけど、それを例えば一つの努力もしないで、というか、10が例えば人生マックス努力だとしたら、10のうちの例えば5くらいまでしかしないとか、それまあ5くらいまでする人って多分10までするんですけど、そういう人ってね結局努力だったりとかっていうのをしないまま言い訳をしたりとかするんですよ。でそうやって言い訳とか、その自分に自信がないとか、これができないとかっていう人って、いつも隣の芝は青くって誰かが羨ましいとかっていうのも、まあ、私のね本当に経験上はあるかなというふうには思います。個人的には自分自身の心地いいゾーンにずっと入ってるというか、なんかそういうのってね、まあありだと思うんですよ。それで生きられたら、なんでじゃあ人のこと羨んじゃうのって思っちゃったり私はしたりするんですが、なのでこう自分にやっぱり自信がないとか、自分に可能性がないって思ってると、何かを挑戦するときに自分自身っていうのが一番の強敵になっちゃうんですよ。他人から言われたことだったら他人に責任転嫁というかね、だってこうこうこうだったからじゃんって言われるけど、それが自分の自信のなさだったりとか、自分がどっかで一歩を踏み出さなきゃいけなかったりとか、自分がこうなんだろうな、努力をしないではないけど、そこで自分自身を勝手に自分で否定して
勝手にこう自分で自信を失って、そして勝手にこう卑屈になって、そして人がせっかくくれたチャンスとか、人がせっかく与えてくれた機会とか、人がせっかく与えてくれようとしてる知識とか、これから助けてくれるサポートの姿勢っていうのを全部自分でシャットアウトするっていう、そのね、助けてくれようとした人が余計なおせっかいとか余計なお世話とかだったら、またそれは別の話になりますし、本当にね、受け取り方って人それぞれなので、その人にとってはこのキャパっていうのはすごいでかかったなとか、この人にとっては、これ がすごくこう重荷だなとかっていうのは、あるとは思うんですけど、それっていうのがね、本当に相手にとってもすごい失礼ではないんですけど、盲目っちゃ盲目になっちゃってるのかなみたいな、なんかそういうところに私最近直面したんですよね。これだけのチャンスがあって、これしたらこんなことにも貢献できて、そして自分自身の成長にもめちゃくちゃつながるし、周りの人もこれだけこういったことを用意してくれてるのに、自分でこうやって拒否しちゃうんだっていう、これ絶対ステップアップできたらものすごいね、もう誰にとっても三方よしの形になるのにな、もったいないなとかっていう風にね、こう思うことがありました。そういった面でもこうやって自分に自信を持つっていうことは、何かよし、自分だったらできる、自分だったら一生懸命失敗するかもしれないけど、やり遂げられるし、やり遂げなきゃいけないんだっていう風に思えるっていうきっかけを自信ってくれるので、自分に自信がなかったりすると、やっぱり自分の中でブロックがあると、他人が何言っても自分でシャットアウトしちゃってるので、もうダメなんですよね。だからこそさっき言ったように、自分自身っていうのが一番の強敵であるっていうことなんですが、なので本当に自信を持つっていうことは、いろんなことにも本当につながっていくし、一歩をこうやって踏み出すとか、そういったことっていうのは本当に自分の成長だったりとかね、そういった何かしらの自分の糧になるし、しなきゃいけない。そうしないとずっと時代は動いてるのに、自分は停滞というかね、止まったままで、同じままだと時代に取り残されちゃうと私は思ってるんですね。なので時代に合わせて自分っていうのも変容に変化していかなければいけないと思ってるし、なのでやっぱり一番ね、本当に強いものっていうのは、時代に変化できるものだっていう風に誰かが唱えてましたよね。そしてね、それもね、私の一つの気づきであったので、そういう風に気づかせてねもらったなっていう風にこう改めて思ったんですが、自分自身にね、そういう風な学びの精神っていうのと自信を持つっていうことっていうのはものすごくこう大事なことで、それっていうのが自分自身を成長させてくれるし、自分自身が成長するっていうのは本当に自分で決めることだし、自分がそういう風にしないと他人は自分を成長させてくれないと思うんですよ。もしそういう風にいい見本だったりとか、そういう風な教育だったりとか、そういう風に気づかせてくれるっていうのはあるかもしれないんですが、最終的に気づいて変えるのは自分なので、やっぱり自分自身っていううちの自分をしっかりと見ないといけないんだなという風にね、こう改めて思いました。なので自分に自信がないとか、自分の可能性を自ら否定してしまってるとか、そしてね、本当に何よりもね、それってネガティブであることなので、ネガティブでいることっていうのは何もいいことを生み出さないし、自分自身の成長にもつながらないので、自分自身を信じること、すなわち自信ですよね。そして、自分自身を信じて、ポジティブに、いくっていうことを私は毎日心をかけてます。なんだかんだ人生は楽しいかもしれないです。終わり。